こんにちは、ドクターナイケスです。サークルバトルいきましょう。もうさ、筆やめない？ちょっとそれはどうかと思いますよ。アランカルキラー、まあ、アランカルキラーつーと、お二方出てくるんですけども、まあ完封をするという意味ではこちらでしょう。そして、全く覚えてない、ここからは。アランカルキラーの、通常ヒットサップ。ああ、絶対ネリエルだね。で、ソイフォンだね。んで、氷結注意。確かこれは氷結無効やんなきゃいけなかった気がするぞ。でネリエルは氷結もともと無効。そうだな。氷結通常、370下がる。例えばこうして1977-2357計算しよう。どっちの方が高いか。2357-1970380。そしたら25% アップは重要だから、別にまんじゅうだな。じゃああれ麻痺だな。氷結はなんだ。あれ前つけなかったんか。この感じ氷結向こう俺つけてないね。え、これちょっと前回見てこよう。いるみたいね。通常 25% アップの氷結、あ、
25% じゃない。でもそしたらこれでここに計算上そっちの方がいいと思うんだけどな。ロック何でも覚えてない。氷結ってなんだ。本当にあれ氷結はどれですか。あったあったあった、肉まんか。ちょっとサクッと攻撃産地だ。おおおお、びっくりした。200回ぐらいやるときもあるのに。確率が出れてくれた。値が2357で、1977、これで4000は超えてますね。で 25%25%、こんな感じでいかがでしょう。あぶねーあぶねーよー。またひどいことするのかった。あれ通常、ああ、違う。氷結リージョンと思ったけど、うん、違った。こんな感じですかね。まあ、スコア上げるためには、ここの継承をさらに上げるっていうことぐらいしかもう選択肢はないと思います。多分、前回と変わんない値。さあ、行ってみよう。あ、属性が違うから、ちょっと変わるかもしれないか。変わんないね。今のね、あれだったもうワンテンポ待って、最後のボスに入って、力属性に入ってから必殺打ったのが多分伸びたね。待てなかったんだよ、その一瞬が。まあ次そうしたらいいか。まあこれぐらいっすよ。あとはもう最近もうね、多分1ヶ月以上ね、継承試練回ってないですね。もう最初に頑張ったのが残ってるっていうだけで。はい。行くぞ。ほぼちょい遅いぐらいで、まあ、まあこんなもんだ。誤差範囲だ。
今薬がどれぐらい余ってんでしょうかね。最近やってないからね。あー、まあ技の跳躍があるから。ここ上げちゃおっか。もったいない。十分勝てるもん。むしろ10まで上がってる。ここら辺の上げる方が リンクのキャラたちって結局他のとこでも使うから俺は上げる価値あると思うんだな。よし、さあどうなるかな。まああんま変わんないだろうけど。行くぞ。変わんねえや。もう一回やめよう。務めは果たした。前半、最後の前半良かったと思ったんだけどな。まあでももう疲れたんでもうやります。まあ大体43秒ということで今回はここまでです。以上ドクターネックでした。お疲れ様でした。